気持ちいいことをするとその幸福度に応じて LP に変換されるの。え？例えば性欲、魅力的な異性との触れ合い、それに食欲、美味はもちろん珍味も効果的、そして物欲、じゃんじゃん儲けてじゃんじゃか使え。欲まみれですね。ああでも LP がゼロになったら死ぬから。それ最初に言うやつでは。ちなみに今の LP は？念じてみて。はい。550です。550ね。じゃあ捜索を試してみよっか。わかりました。では。捜索、石段のスキル。石段は大気の塵を拳に圧縮させたイメージを弾く。倒せた。でも少しだるいな。これからは常に LP を稼ぐ方法を考えなきゃ。とりあえず今日のところは。あ、お兄様どうですか。アリスの膝、膝枕。こういうこともできる。生き返る。お休みの法要もお願いしていい？可愛くて優しい妹がいて本当によかった。俺だけ入れる隠しダンジョン。お待たせ、ノル。ごめんね、急に呼び出して。ううん、話って何？ちょっとお願いが。というか、今日は雰囲気違うね。ウルフルいつもはもっとおとなしめで見る。だってみんな胸ばっかり見るんだもん。隠したくもない。そういうこともできる。だったらその服余計に。今日は特別だと思ったから。ノルのバカ丼。ごめん、心配で。エマは大切な幼なじみだし。大切って言われても口だけじゃわかんない。なら抱きしめていい？いいけど。失礼するよ。エマの匂いすごく落ち着く。それに、あのオリビアさん。師匠。なに？実は英雄学校の試験に使えるスキルを作りたいんですけど。試験といえばカンニングね。外道ですね。大安区区 X。维利安。超五个哎。教えてください。それはね、あらゆる情報を覗き見できる鑑定眼のスキル。これさえあれば試験もバッチリ。ありがとうエマ。加魔等复刻中 QAQ。不要勉强啊。早速使ってみよう。見えた。これで合格は僕のものだ。エマにもお礼をしないとね。肩こるな。胸重すぎ。よし、貧乳を捜索してエマに付与。合計 80LP の消費だけど。えい。なんで？どうして？これで肩こりから解放されるよ。貧乳好きな人も割と多いし、よかったね。それ本当？うん。僕は巨乳の方が好きだけど。早く戻して！ノルのバカだ！結局編集スキルで元に戻した。LP の無駄遣い。自信は？男爵に試着。
順断尺の僕とは全然違うな。これより入学試験を始める。課題は魔物の素材集めである。その量とレア度で競い合ってもらう。なお本試験は3人1組のチーム制とする。あぶれた者は失格だ。以上。再来还有狂州那那些角色要抽啊。黄州我不知道要不要抽了， QQ 我有炎哭王性质有点重复的感觉。这狂州那真的很强耶。抽个宝衣就好吧，表情符号难过。反而我想抽更多的超人熊 X。我对超人熊真的没兴趣。啊干，开错技能。这游戏怎么强的都难的 X。没有啊。巫王很强啊，术士将很强啊，看你对强的定义是什么啊。Charging battery。ちょっと心当たりがあるんだ。隠しダンジョンならレアモンスターも多い。そう思って三層まで来たんだけど。こんなの出ちゃう？僕のレベルはまだ23。それに。梅阿大区很强，她是妹子啊，哭啊。没有，这时候就要反向讲，我是男的啊，可是我很弱啊，对不对？强的不一定是男的啊。好像很棒哦。杀死皇帝山翁熊熊岩窟之类的 G 底线 G， 我以前以为我一定会把赖光冲上去，结果反而岩窟先满够满的。岩满够满等，哎呦，饱满吗？宝具等级有满吗？宝二 QQ。之后有出再说。第三位，ジェノスチーム、5890点。第二位，エリザベスチーム、11550点。当初把所有水晶砸下去了，抽不到第三张 QQ。大丈夫なはず。だって師匠はこれ試験に持って行っても不自然じゃないですよね。うん、この大陸にいない黄金スライムよりは自然でしょう。雑魚だから問題なし。でもこんなに呼ばれなかったら。第一位はレノアチーム128000。
8000。素材の中に超凶悪モンスターの頭蓋骨があった。よって歴代最高点での合格となる。どこが雑魚なんですか、師匠。ああ、やっちゃったかも。デッドリーパーなんて私には雑魚だけど、学生が買ってきたら奇跡だよね。まあ、いっか。好看呢，这一季的好看的动画怎么这么多？家族も大喜びで、とても晴れやかな気持ちになった。入学金の知らせを受け取るまでは。30万リア、そんな大金をどうやって？哦，对，我的梅林还没回家。QAQ， 我也没有梅林啊。因为大家对烂的已经审美疲劳了。不是，前几季是连提起我兴趣的番，应该说上一季啦，就是九月那一季，连提起我兴趣的番我都觉得很少。这就是郭敬明效应啦，想说这游戏要养妹子，结果我的队伍满满的男人 X， 想想那个阿拉什真的太好用了 X。来看一下转身蜘蛛好了。这一集就降点，这一季就降点。やってやるぞ。イエーイ、ピースピース。いやいや、本気で頼むよ。我的队伍有大部分主打手都是男的。哦，因为我现在只有一种队伍叫做阿萨。我的队伍都是空的。
私、なんで死んだの？最後の記憶は古文の授業。一番ありえそうなのは死んで雲に転生したパターン。死因はテロとか天変地異とか。要四天后才開。謎だわ。打太快。もしくは実は死んでなくて魂だけ雲に憑依したパターン。本体は病院のベッドで。你看我队伍都长这样。あと考えられるとしたら実は私の記憶を持ってるだけの雲とか。差し当たって知りたいことが山ほどあるな。情報が少ないと命に関わりそうだし。ああ、こういう時ラノベだと鑑定スキルとかで情報収集できるのにな。所持スキルポイントは100です。スキル鑑定レベル1をポイント100使用して取得可能です。取得しますか？え、何？スキル？ポイント？なんか本当に異世界転生っぽくなってきたじゃない！もちろんイエスで鑑定レベル1を取得しました。残りポイントは0です。鑑定って言ったら異世界転生系のラノベでは超有用超便利なチートスキルだもん。ポイント使い果たしてもゲットすべきっしょ。マッチは何の変哲もない石だけど、この鑑定を使えばあら不思議石だ。自分も鑑定しとくか。雲、名前なし。まあ予想はしてたけど。名前なしってどういうこと？今のこの雲としての名前はないですな。それかレベルが上がればわかるとか。どうやってレベルが上がるのかもわからないけど、レベルだとかスキルだとかポイントだとかゲームみたいな世界。まあそれならそれで楽しそうだからありかな。先生。ゲーマーだったしね。ちょっといつまでも同じ場所にいても仕方ないし、何か食べ物でも探そうかな。腹が減ってはなんちゃらって言うしね。レッツゴー。あー、明らかにモンスターや外見の化け物がたくさんいるな。こんなの地球にはいないはずだし、やっぱり異世界確定か。勝てん。そうなんだ。
比例消完了。哎，男的多还是女的多？感觉女的比较多啊。好了，离校完，那我今天课也差不多开到这。谢谢所有来看台、挂台、聊天的人，谢谢晨晨儿、空空、甜圈、月月、鱼月、火火、叠叠、绿茶、高胖、小优、狐狸碰的 host。好意思吗？当然好意思，我明天要上班，现在两点半嘞。那看一下哦。我也要上班啊！你上班是晚上的事情，少在那边。我不管，我要关台。祝大家有个美好的一天，大家拜拜。